会社である計画を進めているんだ。それがうまくいったら会社はもちろん、僕の立場はぐんと良くなるんだ。そしたら。君は遠藤とどういう関係だ？遠藤？遠藤って言うと？名古屋の遠藤だ。マルタクのネオン工事を妨害してる遠藤工業と言ってもいい。わからんねえ、さっぱり。一体何の話だい？ロボットならそう返事をするより仕方がないだろう。しっかりなこと言うな。こっちは確かなるネタを握ってんだ。こんなことしたらお父さんの顔に泥を塗るだけじゃないの。放っておいたらこっちが泥を塗られるんです。いいか、今までに嗅ぎ集めたネタは一切合切忘れろと田村に。必ず忘れると誓ったら命は助けてやり。他ならのお前の親友やからね。忘れないちゅうたら即座に眠らせろ。大ネオン建設に夢をかける女、台風に挑戦する熱血記者、夜の東京に旋風を巻き起こすクールな男、地上最大風速のど真ん中に炸裂する3つの青春、大東京1000万人の恐怖を描く超スペクタクル巨編。